俳優の小芝風花が主演する映画、レディ・ガガが、石川県先行公開を経て、9日より、全国公開が始まった。同作は、歴史風情が漂うガガ温泉郷を舞台に、繰り広げられる、涙と笑いの、おもてなしエンターテインメント。そんな本編より、女将を目指して奮闘する、女将ゼミナールの、修行シーンが公開された。主人公の樋口優香、小芝は、加賀温泉にある、老舗旅館、樋口の一人娘。小学校の時に見た、タップダンスに魅了され、上京して、タップダンサーを目指したものの、現実はうまくはいかず、夢を諦めて実家に戻って、女将修行を始めることに。